皆さんこんばんは、ゆいです。約束通りゆいラジオスペシャルやらさせてもらいます。ゲストは誰も来ません。いつも通りのゆいラジオに映像がついている感じです。はい。ただし、本日生放送になっています。皆さん楽しんでもらいたいと思ってますので、最後までよろしくお願いします。アイリメンバーユー記念発売記念スペシャルゆいラジオ始まります。皆さんはアイリメンバーユーは聞いてくれましたか？うん、はい。もう書き込みとかたくさんいただいて、本当に嬉しく思ってます。今日は、笑い屋の方も来てくれてるので、スタジオはすごく賑やかになってます。はい、うん、ありがとうございます。はい、では早速この番組のパートナーを紹介したいと思います。しげどうさん。いやー、始まりましたよ。始まりましたね。はい、アイリメンバーユー、はい、発売になりまして、せっかくだからそのジャケットを見せてあげてくださいよ。はい。あ、これが限定版の方で、はい、これはもう発売日とかでもう売り切れになってる店もあったみたいなんですけどもね。なんでそんなしゃどちらけなね今日はそのアイリメンバーユー発売記念の放送よ。はい、なるほど。あのめっちゃ台本見てる感じあるけど読んでる感あるけど。え、いいよ。え、ダメ？いや、ダメじゃないけどさ、うん、どうなんだ。あれ、お店にも行ってきたんだろ？お店にも行ってきました。どうだったの？あの、CD が置いてありました。アホの子みたいなこと言うねもっとあるだろう、なんかさ。例えば？なんかこう、CD がこう、なんだろうな、飾り付けしてありましたとかさ。あ、飾り付けてあったんだ。飾り付けてあっただろ？ホームページで載ってたじゃないか、あのポップ作ってくれてさ。いや、すごい。もうなんかギターケースのなんかちっちゃいバージョンを作ってあったりとか。ギターケースのちっちゃいバージョンを作ってあったりとか。うん、なんか行ってきた模様の写真があるはずだよ。これ出してもらえるもんですか？今は誰なら出ない。うん、来た。これ何やってるの？これ何やってるんやろうね分かった。これね、あれですよ、うん、あのお店の、うん、とか CD の下とかに、うん、あのよろしくお願いしますっていう風に書いてある紙というか、うん、っていうのかな、うん、それを書かさせてもらってる。勝手にですね。うん、うん、ちゃんとお店の方が、うん、あの紙とペンくれて、うん、くれてない、貸してくれて。分かってるよで、アイリメンバーぜひ聞いてくださいっていうのを書いて、あの貼ってくれるって。なるほどね。じゃ、2枚目もちょっとあるんで、もう1枚見ていいですか？うん、来た。これも直接だ。そうです。あのポップっていうの、うん、作ってくれてて、をに、うん、こう書かさせてもらったんですけども。真剣な顔してるね。うん、これやってる時にこう何言われても、あーゆいだーとかさ、ならないの？あ、ならなかったねごめんな